ヤガミ、あんたやるじゃねえか。あんたのパンチ、ドスよりよっぽど響いたぜ。めっちゃ褒めてくれてる。そうか。鬼だけ貴様。え、またしないでボコボコに。ヒーローと相手に何を隠す手がんだ。貴様もうすぐ10回戦だぞ。分かってんのかこれ。まあ、でも確かにな。素人だと。ヤガミは強いぜ。俺は負けたこと恥ずかしいとは思わねえ。ありがとうございます。恥ずかしくねえだと、この恥知らずが。え、でも会長もさ、ヤガミさんと。貴様なんかやめちまえ、この根性らしく。んだとてめえ、俺らの払う会費とファイトマネーで食っていけてんだろうか。うるせえバカ野郎、死ねえ。え、顔に。言ってよ。やめえや会長。会長反論できひんくなったらしない出すな。最悪やな。いやーでも鬼ヶ岳先輩は分かったはるわ。え、てか会長もさ、一応最初手合わせしてくれはったやん。そん時に八神さんのこの素質は感じてないの？感じてなかったらちょっと見る目なさすぎんねんけど。あ、先輩。八神。おう、八神、今日は上がりかい？ああ。え、行く！やった、友達できたな、八神さん。これから暇か？なんなら一杯、引っ掛けにでも行かねえか？ああ、なるほど。八神さん、素直に喜ぶ気持ちやってあるやんな。まあ、情報収集できたらラッキーっていう気持ちもわかるけど。先輩は、さ、ただただ、ちょっと行こうよ、お前見込みあるなって仲良くしようっていうお誘いやんか。冷静に使ってやろうみたいな感じでちょっと言うのやめてほしいねんけど。ちょうどいい押し切りのこといろいろ聞いてみるか。ああ付き合うぜ。おし、そんじゃジムの前で待ってる。準備ができたら声かけてくれや。え、もう行こう行こう、すぐ行く。どこ行く？まあこの辺、え、なんや、天沢ちゃんか。やっぱり天沢から。今どこでしょうか。え、ボクシングで汗流したところですよ。え、新たな潜入候補のコミュニティについて相談したくて。プロフェッサーの件？はい、これも八神さんにしかお願いできそうにないんです。いや、逆に他の人に、なんか依頼してるプロフェッサーの件ってあんの？わかった。とりあえず、部室に向かうよ。はーん？まだ今でさえさ、いけてない、紹介され済みでいけてない、スケボー、カジノ、この二つあるのにさらに増えちゃう？ちょっと後回しに、さすがにしましょうか。まずは、先輩と飲みに行こう。仲良し記念写真撮っとこ。うん、いいやいいや。よしよしよし。目線がなかなか合わへんかったけど、先輩こっち見てくんないんですよね、カメラ目線。カメラ目線欲しいねんけどな。で、どこ行きますなあ。まずさ、なんかお風呂とか行った方がいいんじゃん。めっちゃ汗かいて。あ、でもシャワーぐらいはあんのかな、ジムに。汗も流して綺麗さっぱりになってるんかな、この二人は。それともめっちゃムワムワしてる？とりあえず、行こう。まあ、きっと綺麗にした後やろ。鬼ヶ岳と飲みに行く。あ、養老の滝来てるよ。え、洒落たもん飲んでんな。先輩、ビールとかじゃないんや。そうか、あんた、押し切りとやり合いてえのか。ああ。ああ、あいつにはこっぴどくやられたからな。このまま引き下がるの。めっちゃ噛む、ごめんな。このまま引き下がるってのも尺だ。ふっ、あの化け物にぶちのめされてまだやり合うつもりだ。なかなか根性あるじゃねえか。根性めっちゃあるんですよ。けど度胸2なんです。まだせっかくだ、鬼ヶ岳に押し切りのこといろいろ聞いてみるか。押し切りとのスパ謹慎処分、あ、ふた、こっち気になりますね。まあまあ、まずは上から順番にスパーについて聞いてみる？なあ。
押し切りのやつ、あれだけの実力を持ちながらスパーも試合も禁止されてんだって。あ、結局なんか禁止のことに触れそうな、なんか切り出し方やけど、飼い殺しにされてるようなもんだな。仕方ねえさ、あいつは人を壊すためにしか拳を震えねえんだ。ためにしか？それって、そういえば轟もそんなこと言ってたな。なんか試合中ね、集中しすぎてもう相手をボコボコにすることしか考えられへんくなるっていう感じはまあしたけど。おう、まあ押し切りがボクシングを楽しめるようになったら会長もスパーを許してくれるかもしれねえがな。楽しめる、空手の時はどうやったんでしょうね。空手楽しかったかな。ん？楽しむ？ボクシングはスポーツだ、人を壊すための技術じゃねえ。だったら本来楽しいはずのもんなんだ。でもやっぱその道極めようとしはった人は楽しいだけじゃ、まあでも楽しいもやっぱり含まれるもんではあるはずなんか。楽しいだけじゃないでしょうけどね。だが押し切りにはそれがわからねえ。想像したこともねえんだろうよ。殴り合いが楽しいなんてよ。俺もよ、首の鉄砲玉だったから気持ちはわかるんだ。そう思ったはんのかな。ほんまに楽しいって気持ち一個もないんかな。でも少なくともやってみようって始めた時は楽しそうって思って始めはったんじゃないの。それにリングに上がりゃ俺のボクシングを見て観客が喜んでくれんだ。俺みてえなクズが世の中に受け入れられ認められる。あんな経験は生まれて初めてだったぜ。あー嬉しかったやろうな。じゃあほんまに会長は押し切りにもそういう気持ちを味合わせてやりたいんだろうな。あーまあそう、あのはぐれもんたちを集めてそういう気持ちにさせたいっていう狙いが会長はあるんでしょうね。いやでも押し切りくんはそういうさ、はぐれもん、まあ浮いてる存在ではもともとあったんかなね。筋もんではもちろんないけどな。まあ筋もんじゃないけど、そういう人たちに似た孤立の仕方してるなこいつって感じて会長は入会許可したんかな。まああと素質もあったやろうから。ほんで押し切りの謹慎処分についてなあ、そういえば気になってることがあったんだ。あいつ会長に謹慎食らってアマの試合にも出してもらえないんだって。あ、そっかごめんな、うちなんかもう押し切りくんがプロライセンス一応持ってるってちょっと思ってた節があったんやけど、この実況始めた時はまだ一応アマチュアなんでしたっけ。うん、そっかそっか、アマの試合にも出してもらえないんだって。おう、ああ、そのことか。多分以前に外で大喧嘩したことがきっかけじゃねえかな。その相手がちょっと悪くてな。ほう、相手？押し切りのやつ一方的に因縁つけてきたアホを返り討ちにして病院送りにしてやったらしいんだが、あー、そのチンピラの親父、某ボクシング大会のスポンサーやってる会社の社長だったんだ。めんどくさそうな相手に手出しちゃったんや。スポンサーか。なるほど。あー、そりゃ確かにまずいな。で、そのスポンサー社長カンカンになってよ、うちのジムを連盟から除名しろって訴えてきたんだ。いやいやいや、息子さんがさ、悪い、まあそこはまあそう言ってこうへんか、まともな人じゃないんやろうな。それでどうなったんだ。その社長さんと連盟の代表に轟会長が土下座したんだよ。なんだって？なんだって？この通りお願いします。うちの連中はすねに傷のある荒っぽい連中ばかりだ。他ではやっていけねえんだ。ジムがなくなっちまったら、こいつらはまた道を踏み外しちまいます。だから、これはなかなか星切り君もまずいって思ったやろうし、
会長には申し訳ないなって気持ちあったやろ、さすがにこの様子を見たら。でもそれでいてもうええやろってこの前言ってたんよな。なかなか自分からはもうええやろって言い出しに行くそうではあるけど、まあまあ、うん、まあ謹慎期間も長かったからもうええやろっていう言葉も出たんかな。でもなかなか言えへんで、自分からは。うちやったらちょっと自分からもうええんちゃいますわ言えへんかもしれへん。連盟の代表がそれに心を動かされたみたいでよ、うちの会長が相手に賠償金払ってなんとか示談ってことになったんだ。まあ絡んできたとはいえボッコボコにしちゃったんやったら、やっぱこっちが一方的に悪くなっちゃったりするんかな。賠償金か、そんなことがあったのか。それ以来だぜ、おしきりがおとなしくなったのはよ。会長は口は悪いがめっちゃ悪いな。いざとなったら俺たちのために体張ってくれるんだ。ああまあまあ、信頼関係はそういうのを見せたりして、まあみんな感じ取って、うん、慕ってはいるんでしょうね多分。それにしたってなところもあるけど、しないってボッコボコはな。トドロキ会長、トドロキのやつ意外にいいところあるじゃねえか。だろ会長はよ、俺みてえな人生の落語者をボクシングで救いてえらしい。会長自身も若い頃は随分と悪してたらしいが、あーまあそれは想像つくけどボクシングがきっかけで更生できたそうなんだ。へえ。なあ、強かったのか驚きは。強いどころの騒ぎじゃねえ、東洋太平洋チャンピオンにまで上り詰めてる。それめっちゃすごいんちゃうの？マジで？マジかよ。アジアオセアニアのトップってことだよな。じゃあ八神さん知ってても良さそうやのに。ボクシング全然とはいえなんかちょっと情報をかじってたりしてそうじゃないですか。でもまあほんまじゃあ八神さんボクシングはからっきしやったんかな。ああ。おお、世界も視野に入れてたらしいが、腰と怪我を理由に引退したらしい。そっか。あのおっさんそんなにすごい人だったのか。あー、聞きたいことは以上だ。いや、もっといろいろあるけどな。もっとダイレクトに辻殴りのことについてちょっとね、聞いてみたりするっていうのもありやと思うけど。鬼ヶ岳で合ってます？鬼ヶ岳、ありがとう。大体聞きたいことは聞けたと思う。おう。おう。あー、なるほどね。まあ会長、口と竹刀はすごい悪いけど、いざという時は本当みんなを守ろうとしてくれる八神、男気ある人なんですね。それじゃあな、八神。スパーならまたいつでも付き合うぜ。ありがとうございます。先輩ボコボコにして経験値いっぱい欲しいです。ああ。押し切りにもボクシングを楽しませたいか。トドロキのやつがそんなことをね。俺にできるだろうか。押し切りのやつにボクシングを楽しませることが。格闘技っていうスポーツの楽しみ方を教えるっていうことならできるかもな。ボクシングはまだまだかもしれへんけど。どうなん？独学でいろいろと身につけたのはさ、身につけなきゃいけないっていう環境とかもあったやろうけど、自分が強くなりたいって思いながらも、その過程、辛かった面もあると思うけど、楽しくもあった？それはすぐ感じれた？相変わらず目は合わそうとしてくれへんけど。さて、ジムの中にもう一回入ってみたけど。うっす、邪魔しますよ。お、三木本。三木、あ、そのポスターの人や、ポスターの人。三木本って確か押し切りにボコボコにされたランカーの。ほんで今グレてるんやんな。お前まさか練習をしに。いやって感じでもねえな。な、あんのようだ。仕事ですよ、仕事。仕事？仕事だ。
やってんな。押し切りはいないみたいっすね。え、押し切り君目的？鬼岳先輩。なんだ。金返してもらいに来たっす。あんたカムロローンで10万借りてたっしょ。え、なんだと。なんでてめえが取り立てに。俺今そこで働いてるんすけど、回収頼まれちゃって。マチキン、てめえわざわざジムに借金取りに来やがったのかよ。だって鬼岳先輩捕まらないんですもん。ここならいると思いましてね。ずっと鬼ヶ岳先輩って言ってたな。待ってくれ。今持ち合わせがねえ。そう言われてもな、俺が社長にどやされるんですよ。利息分だけでいいんで、もらえます？待てっつってんだろうが。舐めたこと抜かしてっとぶっ殺すぞ俺。でも利息がまともやったら返す。困ったな。返すのが普通かもしれん。でも鬼岳先輩には世話になったからな。あ、そうだ、なんなら先輩俺とスパーします。お、それで俺に勝ったら今回の利息分立て替えときますよ。んだと。ただし先輩が負けたら、そうだな、5万もらえます。交換条件ってことで。その5万はちゃんと返済金なんですよね。余裕っしょ、鬼だけ先輩なら。いいぜ、てめえの曲がった根性叩きのめしてやるよ。鬼だけ先輩。お手柔らかにお願いしますよ。矢上さんにボコボコにされてたぐらいやから。いや、矢上さんもまあ強いんでしょうけど、いや、三木本先輩は稽古つけてくださいよ先輩。なめた態度取りやがって、ぶっ殺してやるよ。あのポスターのクラスの人やろ。三木本、手加減はしねえぜ。そうですか、それじゃあこっちはハンディつけますよ。いや、ああ、舐めやがって。え、目つぶってる。うっ、あっ、鬼だけ先輩。え、え、え、一発ノックダウン。顎って脳が揺れるんでしたっけ。 TKO でしょ。あの鬼ヶ岳じゃなくて鬼岳先輩をワンパン KO。 あいつかなり強いぞ。会長どうすか、俺の腕なまってないっしょ。まぐれあたりで威張ってんじゃねえよ。しかも一応隠したの。まぐれ会長、この数ヶ月俺だってただ遊んでただけじゃねえんすよ。え、練習してたん。実戦たっぷりと積んできたんですって。あー、なるほど、実戦だと。三木本、バカな真似だけはすんじゃねえぞ。まあジムには迷惑かけませんよ多分ね。いやでも悪いことしてんねやろ。悪いお友達もずれてさ。先輩、ほら先輩起きてください。返済の相談しましょうや。10日分の利息、10日分の利息5万、それはもうあかんところやん。矢上さん出番やん。矢上さん、10日5万って半分。金利が、ううう、矢上さん、矢上さん行け。弁護士です。おい、著しく高い金利で貸し付けた場合、元本の返還さえ請求できないって知ってるだろう。お、知ってますって顔してる。さらに言うと、お前らみたいな闇金業者は出資法違反だ。捕まれば10年以下の懲役だぞ。っていうか鬼岳先輩もこんなところから借りたらあかんよ。あ、まあでも元登場会っていうのが普通のところから借りられへんかったりするんかな。どうしてもお金必要、生きていくために必要だったとしてもこういうとこに手出すしかないんか。昔はやってた側やろうにな。先輩もなかなかしんどいな。いや、しかし、いや、何やあんた。失せろ。
伏せろ、練習の邪魔だ。こう真っ当なこと言ってるから何も言えへんやろ。先輩ももう10万返さなくていいですよ。兄貴どうします？はい、まあ今日のところは引き上げとくか。先輩の家は知ってるわけだし。また行く気や。ははあ、え、ボクシングやらへんの？もう心が折れはっただけやんな。すまん。だけって言うとあれやけど。いや、八神すまねえ。いいさ。あー、先輩、先輩でも借りちゃダメですよ、闇金から。あー、借りるしかなかったんやろうけど。で、あー、新しいスキルもまたありますね。トドロキが得意としたパワーを込めたブロー。あ、これ渾身の一撃的な。月が大きいが通常よりも高い威力がある。これがバコンって入ったら相手がガードしててもガードを崩せたりするかな。しかしお金が減っていくな。丸長押しで、なるほどね。で、スパーリングの新しい先輩も出てますね。闘牛士殺し、突進してきはんのかな。でもさっきさ、こっちのね、ミニマップ出たところにもなんかマークあるけど、これ出たらなんか進む？あ、あれ、天沢ちゃんか、まさか。ん？やっぱり？まあもう天沢ちゃんしかないですよね。ん？天沢からだ。押切くんについて新しい情報があります。ミスケン部室にまで来てくれますか？わかった。え、でも部室行ったら新しいコミュニティをまた紹介されちゃうんじゃん。え、でもこっちのさ、そのさっき新しく出てた先輩倒してもお話は進まへんのかな。あ、ユースドラマミスケンで天沢の話を聞くってなってますもんね、右上。でも一応二宮先輩倒してみよう。ってことで二宮先輩を倒したけど、新しい先輩は出てきてくれませんね。うん、天沢ちゃんのところ行けっていうことやな。うん、取り残しなし。おし、じゃあ今回のパートはここまでにして、まあ次回もまた引き続きボクシング進められそうですからね。天沢ちゃんのところ行ったら進むっぽいし、うん、やっていこうと思います。しかしお金を使いますね。44万円あって多分足りる気がしひんから、VR スゴロクとかもやってお金集めもやっておこうと思います。ということで、ここまで見てくださってありがとうございました。また次のパートもよろしくお願いします。ではでは、またね、バイバーイ。